三茶の故郷です。気候や環境などの地理的条件に加え土壌にも恵まれた台湾、茶園は北部と中部を中心に各地に分布し、北部、桃園、新竹、苗栗地区、中部、南部地区、東部、鉱山の5つの社区に分かれます。台湾宝珠茶、東方美人茶、台湾ウーロン茶、鉱山ウーロン茶は世界的な四大台湾茶です。台湾宝珠茶の主要な産地は台北県の文山茶区です。茶葉は硬く縄状で鮮やかなエメラルド、まろやかで澄んだ味はすっきりとして飽きません。東方美人茶は主に新竹と苗栗で栽培、別名を白毫ウーロン茶または暴風茶といい、フルーティーな蜂蜜の香りがします。金色で半球状か球状の茶葉は台湾ウーロン茶、濃厚な香りと芳醇な味わいで後を引く美味しさです。鉱山ウーロン茶は海抜1000メートル以上で育ち優雅な香り、龍眼に似た甘さが長く楽しめます。